言ってきたことと自分がやってるかっていうとそうでもない。例えば挨拶にしても、はい、自分の例えば楽天の選手が他のチームの例えば監督さんとなんかに何かの例えば大学のつながりとか、はいはい、あれで挨拶に行ったりするんですよ、うん、でそれをあんまりよく思わないのよ。あところが で、ね、散々俺に何であいつあそこに挨拶行ってんだ試合前にと、うん、ペコペコペコって言うんだよね、うん、でそれは分かるんだけど、うん、で逆に相手チームの例えば自分と教え子がそう教え子がいてあいつ挨拶来ねえなって言うんだよなるほどね。なんで来ないんだよみたいな、そこってちょっと矛盾してないから。それは一緒ですよね、はいはいはい、でそれはだから行くのはダメだって言ってるんだったら、はい、来ないのは正解なのに来ないことに対しては腹立たしいって言うわけよ、はいはい、まあ年取ってくるといろいろね自分の思いとちょっとずつねずれてくることはありますよね。